どうも、徳さんです。本日は三郷の室内練習場に来ております。ちょっとお前来い、こっち寒いか。お前何それ持ってんの。お気づきましたか。ニュー野球ギアです。いやちょっと待って、ちょっと待ってって。見てください、これお前これなんかペシペシするやつ。そう、いやこれ結構痛いです、これ。何これ。内側から、やっぱ大振りする癖あるんで、内側からこうインサイドアウトを極めたいなと思って、あの状況こうやって調べたんですよ。そしたら出てきたアイテム。いやインサイダーバットっていうらしいです。ちょっとどうやって使うんだよこれ。まあ置きティーとかに置いたりして振るらしいんですけど、まあ間違ったこう打ち方すると、なんか変な風に打球が飛んだりとかで、変な打ち方するとやっぱ気づくらしいです、バッターが。バインって。そうだから結局きちんとこれ捉えるようになればいいスイングができるようになると。へえ、これだからそもそも、両手かい、片手。両手だってうまくこう指フィットするようになってます。あ、本当だ。あ、でも片手打ちでの練習って書いてます。できるんかい。本当これメジャーリーグのコーチも使ってるって書いてますよ。うそ、うそ。ゲイリー・ガイエティコーチが使ってます。あとこの間 WBC にも出た、プエルトリコ代表も使ってるらしいです。そうだろ、マジで。本当です。むちゃくちゃ打ちまくったぜお前、プエルトリコ。そうだから、あのヘッドステイバックが生まれたのもこれのインサイダーバットの効果なのかもしれない。え、どういうこと。プエルトリコ代表選手も使うこのインサイダーバット、バットの軌道が遠回りするのを防いだり、面の部分でボールを捉えようとするので体が開かなくなるような理にかなったスイングが身につくようです。当たる気しねえけどな。こういうことです。今ちゃんと当たったかい。こういうスイングです。今完全に擦ったっしょ、上っ面。今でもこうやって変に打った時分かります、これ。あ、そう、はい、あ、そんな違う。なんか変なとこに跡ついてる。あ、本当だ、お前見えますかね、これ。これ何。よし、おお、音も違います。音違うね。ペチンってちゃんと言うね。はい、お、いい形です。分かる。片手結構いい練習かもしれないぞこれ。こうさ、合わせてさ、合わせて、ほら、おう、こう抜きっていうのかな、インサイドアウトの時の、はい、この右手の抜き、右手でこう、はい、クッとこう引っ張ってくる、抜く感じで。おうおうおう、それはこれ意外といけるかもしれない。おう、おお、豪快に。体をしっかり残さないからね、開いたら多分いくわ。残した状態でクッとこう、いい形ですね。こういう、いくよ。はい。お、今のすごくいいんじゃない。いつもと変えてます。あー、いや変えてはいないんだけど、内側からバットを出す意識になるのと、あとはこう肩を開かず体を残してグッと打つと正面に多分いくはずなんだよ。悪いスイングってできたりするんですか、外回りする逆に。はい。まあ、絶対無理だわ。すげえ前小さくなった今。絶対捉えられない。これは、まあ、バッティングの基本である体が開かないということと、はい、あとはヘッドっていうかバットを内側から出すっていう、その2つは確かに捉えてる気がするわ、このインサイダーバット。はい、続いて普通のバットで打ってみました。こうだ。おう、合わせて見て。わあ、いいバッティング。内側から右肘を抜いていく感じで左手を押す。さっきの意識でね。よし、おお、めっちゃいいじゃん。
今の良かったよ。なんか自然に出ましたけど、うん、それさっきの意識で言うと、うん、捉えた時感覚違う気がします。うん、おお、インサイダーバットの後どうだった？普通のバットで内側から出そうっていう意識が染み付いてるんで、うん、それを体現しやすくなる、うん、口で言うようにインサイドアウトやれって言われてもよくわかんないから、うんうん、あれ振った後に、うん、無理やりあれ振って、うん、その意識を持って普通のバットで、おーおーおー、まあ、そういうでも意識は持てるってことだね。そうですね、意識づけにはなりますね、うん、だからこれ適当に振っても多分意味ないと思うんですよ。そうだな、面白い、はい、普段と違う動きするから疲れちゃうと正しい動きをしたら疲れた、はい、どうでしたインサイドアウト？いいと思うよ、内側から出す、うんうん、インサイドアウトっていうかね、こうバットの軌道がね、はい、ちょっと外から回る人にとっては面白い矯正アイテムかもしれない。これはプエルトリコが使ってますから。そうな、間違いないですよ、うん、間違いないと思う。いいよ。はい、というわけで、本日の動画は以上です、チャンネル登録、コメント欄に、まだまだお待ちしております。以上、特産 TV でした。ほいほい。